イエスタ・ビンベルイは、スウェーデン出身のテノール歌手、ストックホルムの出身、建築工学を学びつつ、1960年代には、ロックバンドで活動していた。1970年から、ストックホルム音楽大学でエリク・セデーンに声楽を学び、1973年に、イエーテボリで、プッチーニのラボ・エームで、ロドルフォ役を歌って、デビューを飾った。また、 デビューした年にスウェーデン王立歌劇場に参加した。1974年にはサンフランシスコ歌劇場に登場してモーツァルトのドン・ジョバンニでドン・オッター・ビオ役を歌ってアメリカデビューを飾った。1981年からスウェーデン王立歌劇場の専属を離れ欧米各地の歌劇場に客演を重ねた。1983年には メトロポリタン歌劇場に初登場し、以後常連として、数々の上演に参加した。ウィーン国立歌劇場で、ベートーベンのフィデリオに、フロレスタニ役として出演した数日後に、ウィーンにて、心臓発作により急性した。イエスタ・ヴィンベルイ・エ IMDB ・ハット・ブライズ・アラン・ゲステ・ウィンバーグ。THEGUARDIAN.com オリジナルの2018年6月17日時点におけるアーカイブ。h t t p w w w p e e p a s t b c d d a 6 e 2 0 1 8年6月7日閲覧。ケネリー、マイケル・ボーン、ジョイス、ザ・コンサイス・オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ミュージック。 p797ISBN 9長7801億9860万8844億力4億4835万1041テノールゲストウィンバーグ2018年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年6月17日閲覧イエスタ・ヴィンベルイ・ディスコグス・ファットゲストウィンバーグ58 スウェディッシュオペラスター。ザニュー、ヨークタイムズ、オリジナルの2018年6月17日時点におけるアーカイブ。http www.peep.as294f52392018 年6月7日閲覧。イエスタ・ビンベルイ、オールミュージック。ありがとうございます。